とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、装備品が増えてきました。298個、使っていかないとね。ということで、古代狩り、やっていきます。ハロウィンイベントもね、進めていかなきゃいけないんだけど、とりあえず、これ消費しないことにはね、ちょっと進んでいけないので、消費していきます。まあ、だいたい 80% ぐらいで、いっちゃいますよ。風邪ひげが出てきました。いや、別に、まあ、ヤギの毛布とか出るか。ヤギは出るか。と、ラギットとかね。その辺は出るんじゃないか。他は別に欲しいやつではない。なるほど。エメラルド。エメラルド系の装備はね、全然確か良くなかったんだよな。まあまあ、次行きましょう。おー、来たね。でも、ここは槍だな。槍が出るとこだな。防具なんだったっけ？槍と普通の弓が出る、確か、場所だったと思うんだけど。グレイブ！いらない。グレイブいらない。一周目、おしまいでーす。見てみましょう。金もだいぶね、溜まってきたんだよな。そろそろなんかいいやつが来て、交換させてくれないかな。もう6000円、500個だよ。多すぎる。いりません、次。ノーマル銀ばっかりだな。幸先が悪いな。あ、冬の指先。あ、ダメ。ダメだ。一個もいいものがついてないね。次、うわぁ！全部ノーマル。よろしくないです。2周目行こう。おっと。でもここか。エンターテイナーね。エンターテイナーとあの弓はいらないんだ。ベールに包まれたわ。違うんだな。もう、あと2つの。ジエンドのところが良かったんだけど、うわぁ、危ない、うわぁ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 、一回攻撃をされ出すと、ちょっと弱いんだよな、あいつ。で、変更？もう勘弁して。あぁ、もう、やっちゃった。やっちゃった。まあまあ、なんか出たな。クルバヌール？クルバか？二回も死んじゃった、もう。まあいいや、次行きましょう。おー、次は、スライムか。ここもね、ちょっと寄らないようにしよう、もう。二回死んじゃったからね、もう死にたくないな。もう寄らないように、戦っていきます。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。こうね、近寄らせないように、衝撃波を出させないように倒す。OK。いいね。ショート棒か。ショート棒はまあワンチャンあるから、好きだね。よしよしよし、次行こう。また出た、いいよ。まあ、とにかく死なないように行きましょう。行くぞ。よし。OKOKOK。一発一発のダメージはそんなにないぞ。で止まらない牙、お前は、スタでね、絡めてやれば、問題ないからね。スプラウトアーマー外れー。また出た、いい。でもここは別にいいやつは出なかった気がする。いや、イカが出たか。やばい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 、死ぬ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 。スポンジか。外れ、外れです。おー、すごい、また出た。今回すごくない？めちゃめちゃ出てる。すげえ。ここまで出るのは結構珍しいけどね。で、発光したイカ？あ、違う、ノーマルイカか。ノーマルイカでした。2周目なかなか良かったね。調子が良かったですね。じゃあ次行こうか。全部ノーマル品。いりません。
またノーマル？ダメ。ちょっと待って待って待って、ボール出てきてくれ。呪いの王の蜂が出てきて、いや、なんか普通だな。いりません。なんか、商人の調子がおかしいぞ。ユニークが全然出ない。はい。まあ、とりあえず3周目、いきますね。よっしゃ、来たー。なんだっけ？呪われた存在。ちょ、待て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 。チビがいっぱい来る。しかも、やけど付きの。やりにく。で、カトラス。しょぼすぎ？ここが来た。久しぶりだね。ここは締め具が出る可能性があるから好きだよ。まあ、ボスも弱いっていうのもあるしね。あれ？どこだっけ？あったあったあった。ここね。はい、出てきて。天国か。古代人。ちょっと待って、なんか出た。マウラーズじゃないやね。あれはマウラーズでしょ？だよね、マウラーズ。それでは3周終わりました。最後見てみましょう。今回古代人が結構出てきてくれてよかったね。ストームランダーいりません。力の弓いらないね。商人が今日調子悪いわ。厚さのアーマー、悪くないよ、悪くない。雷と炎のフォーカスがついてて、で、一番左がね、防護と雪玉、どっちとも選べるのよ。で、回復もついてるんだよな。そうね、まあまあ、クールダウンは、これは諦めなきゃいけないところだな。ちょっと買うか。これ意外と、いいかもしんない。で、次。ヤギ。どうだ？いらないね。誕生終焉。いりません。では、見ていきましょうか。はい。まず下からエメラルド装備。いらない。グレイブはもちろんいらないでしょ。で、スプラウトアーマーいりません。カトラスいらない。で、サンゴも、もちろんいりません。イカ。いらない。ショートボウどうだ？よろしくないね。クールダウンショットが入ってないんで、まず使えません。トゥルバドゥール。いやー、いらないな。これは全然良くないかな。まあ、雷フォーカスがあるだけで使えないと思います。マウラーズ。悪くないよね。追加ダメージが入って、で、そして輝きでしょ？で、虚無が入ってクリティカル。まあ、攻撃力としてはなかなかいいやつじゃないですか？でも、いらないな。まあまあ、一応取っとくか。マルチした時誰かにあげよう。で、このツタのアーマーが、意外と、なんか、良さそうかなと思ったんだよね。ちょっと見比べてみましょう。今自分が装備してるのが、これなのよ。雷と火炎フォーカスがついて、で、クールダウンとマルチロールです。で、こっちが、雷と炎のフォーカスがついて、で、回復がついてるのよね。クールダウンがないとね、やっぱ火力がぐっと下がるんで、まあ、こっちが火力があるツタのアーマー。で、こっちが生存率の高いツタのアーマー。ということで、ちょっと使い分けしていきたいと思います。なかなかいいやつが出たと思うよ。
はい、ということでまたやっていきます。チェックもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。